こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アマゾン輸出に自力で取り組んでも稼げないわけ。これをね、トラブルの面からちょっと解説したいと思います。まあ、日本に住んでるならね、アマゾン輸出で儲けないと損です。まあ、オーストラリアアマゾンで日本製品を売ると高く売れます。しかし、オーストラリアのアマゾンを使うにはコツがいります。 海外のアマゾンの正しい使い方を知らないと儲かりません。そしてストレスが溜まります。オーストラリアアマゾン室に自力で取り組んだらトラブルになる可能性が高いし解決できません。これをね、海外のサービスが日本では想像もつかないぐらいすごいわかりにくいという例をね、海外の長距離のバス乗り場の例についてお話します。まずね、 ポルルトガルこれ去年ヨーロッパ旅行した時、ポルトガルのポルトからえナザレ、世界一高い波が来る街なんですけど、そこに行くのにね、バスを使いました。何しろ電車通ってないんでねで。インターネットでチケットを購入して、でポルトからまあコインブラというところ経由してナザレに行くと。でもね、この チケットを買った際、どこ見ても、このナザレからバスが出るのはわかるんですけど、ナザレのどこから出るかが書いてないと。ナザレだって広いわけですからね、東京から大阪行きのバスって言ってね、東京のどこから、東京駅、東京だから東京駅なのか、いや、もしかしたら新宿も秋葉原もね、何だったら上野だって渋谷だって東京ですけど、その案内が全くないと、ね。 地図ももも住所も何もないで,すでね、えー、まあ、旅行者が調べる、えー、よくある情報、トリップバイザー見るとね、えー、バス乗り場、やっぱりいまいちはっきり分かんないと。で、Google マップなんかだとね、このバス乗り場行ったらバスにいねえじゃん、ここじゃねえじゃん、こしゃこじゃんみたいなね、Google、え、マ、ー、ップも当てにならない。そして、えー、バス乗れなかった人の怒りのコメントが溢れてる。 でね、えー、何しろ地図で見るとね、このバス乗り場3箇所出てくる。な、ね、ん、えー、だったらこのここ2つあんで4箇所出てくる。わかんないですね。で、まあ、バス乗り場、ね、正しいバス乗り場、えー、このネットで検索した段階だとわかんない。そして、Airbnb のホスト、ねえー、言ったら思いっきり、えー、どのバス乗り場でも来るよと。 巡回してから出るから。嘘800でしたね。真、えー、に受けて待ってたらバス乗りはぐれるとこでした。で、ウーバーの運転手もね、バス乗り場ここでいいんだよねとね、地図で出した人が、そうそうそ,うそこそこって言って行ったけど違かった。バス乗り場移動になっちゃってたと、ね。で、おまけにね、えー、バス乗り場の前でもうウーバー降りちゃってんだよね、えー、旧バス乗り場の前でタクシーに乗ってね、 バス乗り場移動しちゃってんじゃん。新しいバス乗り場行ってよって言ったら、え、そうなのと。ね。お前、バス乗り場移動したことわかんねえでずっとタクシー止まってたんかよって感じなんですけど、えー、そうそうなんですね。最近、バス来ないねえなんて思ったんですかね。乗客少ないねえなんて思ってたんでしょうかね。わかりませんけど、まあ、バス乗り場の目の前のやつもバス乗り場移動してんのわかんないと。当然、次の新しいバス乗り場もわかんないということでね、えー、もう地図で。 とにかくここまっすぐ行けという3カ所ね、バス乗り場全部回ろうと思ってえ行けということでね、幸いなことに1カ所移動してて、で2カ所目に行ったところで確認したらバス乗り場だったんでね、3カ所目は行かなくて済みましたけど、何しろこのように、自分が利用したことのあるサービスしか興味がないので、情報を全く持ってないと。ねウーバーの運転手もタクシーの運転手もね、え、ー Airbnb のホストも、ね、バス乗り場、知ってた方がいいのは間違いないんですけど、自分が使わないからね、長距離バスなんか乗らないから、えー、バス乗り場の情報を持ってない。当然持ってるはずの人も持ってない。ね。まあ、参りましたね。でね、えー、まあ、えー、そんなのバス会社に聞けばいいんじゃないのと。ね、えー。何しろね、電話をかけても誰も出ない。メール,をとメールで問い合わせでも返事がないと。 メールの返事がないってのは想定ないだったんですけど、まあ、バス会社に電話しても、ね、誰も出ない、まあ、まあこれもまあ海外のサービスでは想定ないっちゃ想定ないですねで、まあ、バス乗り場なんとか見つけて着いたわけなんですけどまだここで安心というわけじゃなくて続きがありますでバス乗り場今度ね新しいバス乗り場結構でかくて乗り場が十いくつありましたね で、次のね、どこどこ行きのバスはここよって電光掲示板に出るんですけど、ナザレ行きのバス乗り場がいつまで経っても出てこない、ね。で、結局何かアナウンスがあってね、え、なんか,なんか自分が乗るバスらしきものがどこに着くって言ってる気がすると思ってね、そこに行ってこれこのバスかって言ったら、ああ、そうそうって言ってね、でもその時ね、掲示板見ても出てないですね。 なんでしょうね。掲示板入力するのがめんどくさいからアナウンスしたのか、まあ、直前まで決まんなかったから掲示板に入力する人が昼休みではいなかったのか分かりませんけど、まあ、何しろアナウンス、ね。で、バスね、えー、結構ね、いっぱいになるのかなと思ったら割と、まあ、空いてたんでね、もしかしたら乗り損なって単純に空いてた気がします。でね、バス乗れば油断してたら、ね、バス乗れで空いたのでバス乗れないところだった。 やれやれと思って、でもさらにまだあるある続くんですね。このバスの運転手。ねえー、バス、これだよね。そうそうって言ってね。で、荷物ね、えーあ。じゃあそっちって言って、そっちって言ったとこ積んだんですね。で、降りる時ね。バスのその荷物とか開かないから、俺の方開いてよって言ったらね。なんで反対側に積んだんだお前みたいなね。お前が積めって言ったんじゃねえかと。 思ったんですけど、まあ、よくありがちなパターンです。ねでおまけにね、この今、フランスのバスクからスペインのバスクに移動して、サンセバスチャンという街にいるんですけど、ここ来る時のバスもね、まあ、この経験があるんでね、バス乗れば分かりにくいんじゃないかなと思ったらね、すごい分かりにくかった。ねえー、えこのね、えー 通りの名前が書いてあるだけ。これか。えー、アベニュー、えー、チャールスフロークエスト。うん、なんじゃそりゃと。でね、これコピペして、えー、検索したら、あ、これね、えー、シャルル・フロッケ通り。ね。こんな長い通り出てきました。端から端まで歩くと10分以上かかる通りの名前がバス乗り場となってると。ね。まあ、まあ、しょうがないですね。まあ、ここ、 一週間滞在でね、余裕もあったし、他のところもみんなもまあ悪くねえかと思って、下見に行きました。ね、見に行きゃわかるんだろうと思って下見に行きました。ただね、後からこのバスが来た時に初めてバス乗り場だと確信できたんですけど、トラックが止まったりね、えー、乗車止まったりでね、でバスの、その、バス乗り場だよ、私が乗ったのは ペサってところで、これ別会社のアルサなんですけど、そのね、どこの会社のバス乗り場とかっていうのが何も書いてない。てかそもそもバス乗り場という案内すらどこにもないと。ただね、後からわかりましたけど、この黄色のこういうね、ギザギザ。これバスが来る場所だよ。ね、駐車しちゃダメよという場所でした。だからね、 えー、ここでいいんだろうなと思いましたけど、まあ、念のためね、えー、せっかく来たんだからということで、えー、30分、ね、この近くで時間潰しして、バスが来る様子を見てね、まあ、どうやらバス乗ればここで間違いねえだろうと、いろんな会社のバス来てたんでね、ただ、自分の乗るペサのバスが来ないのは若干の不安があったんですけど、まあ、そうはいってもね、まあ別にいいやと、ね、あの、まあいいやというか来るだろうと。 いう前提でね、待ってたら、えー、うまい具合に来ました、ね。うまい具合に来ましたっていうか、予想通り来ました。で海外のサービスである Amazon を使う場合も似たようなケースはあります。ね、で、まあ、輸出の疑問点を解決する3つの方法。まず1番、経験者に聞く、ねまあも。最も確実だと思われます。ただ、景気が古いと情報が変わっているかもしれません。ね、最新情報にアップデートされているかに注意。これね、例えばね、 オーストラリアアマゾンやったことないけどね、アメリカやったことあるよとか、日本ならやったことあるよ。全然役に立たないです。えー、国変わってますしね、えー、サポーターの質も全然違うんで、まして、日本のアマゾンとアメリカとオーストラリアのアマゾンのサポーターは全く違います。ね、だから役に立たない。で、同じ、例えば今アメリカアマゾンの情報をね、えー、古い2年前の情報なんか全く役に立たないです。まあ、自分の情報を言うのもなんですけど、 私の古い記事とか動画、まあ、それを鵜呑みにしてね、そこで紹介しているような商品とかね、そこのやり方を真に受けて、今 US アマゾン取り組んだらね、まず間違いなく早々にアカウント削除になる可能性が高いです。それぐらいノウハウっていうのは変わりますし、アマゾンのノウハウの変わり方は非常に早いと。で、じゃあね、でも質問すればいいんだろうと。 で、えぇ、ー、アマゾンの場合はね、えー、まあ、バス会社みたいに返事が来ないってことはないんですけど、ただ返事が来ないっていうのにかなり近いです。というのは、よっぽどわかりやすくね、えー、誤解のないように、しかも答えが簡単なようにこっちが考え込んで質問してあげないと、えー、的外れなコピペが返ってくるだけ。ね。えー、まあ、ひょっとしたら AI がコピペで返事してるのかもしれないですね。えー、だからね、 きちんとすっごいわかりやすく質問しないと、ちゃんとした答えは返ってこない。で、このきちんとね、わかりやすい質問を、えー、簡単に答えられるように質問するって、すっごい高いスキルが要求されます。まず、これは無理じゃないかなと思います。そんなわけで、3つ目の方法として、まあ、テンバーアカデミーに質問すると。ね、テンバーアカデミーでは、えー、たくさんの人に、ね、オーストラリアアアマゾンのサポートしてますんで、最新の情報をいつも更新してます。 まあ、ほぼほとんどのことが質問するまでもなく、まあ、他の件で確認済みとか他の件でテストしてこうなったということで解決できますそんな形でテンバーアカデミーでは効率よくストレスなく稼ぐ方法をサポートしています無料メールセミナーに登録してください、まあ、無料メールセミナーはこの記事の一番初めの右側にあったこちらの、ね、無料アマゾン出メールセミナーの え、メールアドレス欄にメールアドレスを入力して、お名前を入力して登録するボタンを押してください。オーストラリアアマゾンへの取り組み方、サポートのね、会員募集のお知らせなんかを配信してます。ご登録お待ちしてます。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。